こんにちは。ん？忙しいです。忙しいです。お嬢さん来てから忙しいです。大将どうですか今日は。今日は忙しい。忙しい。めちゃくちゃです。そうですか。この前は束の間の休みでした。まあ、それにこれは、まあ、これはできるでね。メイクは行っちゃったで。あ、本当。そう。うん。で、ね、これ来週、今週にの、うん、多分、今週中には、はい、いよいよ、え、何が、お参り、お参り、わかりました。もう寂しい話です。あ、この間、あそこ良かったな、そこ、なんだおみやさん、おちょぼさん、おちょぼさん良かったね、良かったね、楽しかったしね。いろんな人を見てくれとるで。またお願いします。あれはちょっと今日の元気の姿も待ってます。ありがとう。はい、ありがとう。ずっと忙しいね。声が出ん、声が出ん、うん、イライラしちゃう。もうちょっと早く来ると、うん、結構やってたのにな、残念だな。そうか、全世界に配信できた。いつも皆さん撮れないんだよな。はい、行くぞ。はい、次なんだ、あと。あと握る2つ。お待たせ。はい。ありがとう。よし、じゃあ、ここに。おばちゃん、ちょっとここにこれがあるの気をつけてね、歩くとき大丈夫。わざと引っ掛けて、おでこやって。じゃあもうこのまま配信速度でね、喧嘩してくださいよ。もう25人になってます。一日が切り方。
宮古名物のアトラクションですので、決して喧嘩しているわけではない。Thank you.
ビリシェどうでした？美味しいでしょ？めっちゃ美味いです、ね、うん、なんわからん。知らない。うちは冷凍物使わない。次は刺身でしょ。またお待ちしております。その時は二の魚が当たりゃ、二の魚が当たるかもしれない。今日は、あの、あれ、貝柱だったけど、みんな出ちゃった。取れちゃった？うん。いいんだ。うん。だって、マグロばかりなんですよ。マグロばかりなんですよ。よく寄るんですよ。あ、そうですか。そんならたまにはこっち寄ってください。はい。お待ちしております。今日はびっくりしました。なんかお祭りかしらって。うちはまあ、こっちがね、あの、これだもんね。ええ。あの、なんだ、たぶん車がたくさんあると思ってたから。そうしようとか、あれ。焼こうとし。焼こうとし。焼こうとし。3月までやるね。あ、ほんと。うん。はい、ありがとう。ごちそうさま。はい、どうもありがとうございます。はい、ごちそうさま。水曜日の休みです。あ、水曜日休みね。はい、はい、ありがとう。ありがとう。あ、あれだもん、それなくなったな。はい、やっぱり無理やりよかったな。はい、あれ、はい、もっといい日ですよ。はい、来てどういう日するんだ。あ、いい日。また魚を乗っかって。すいません。魚でも楽しかったね、この間。楽しかったですね。うん。よく食べたね。よく食べたよ。でもあの、うん、大勢の中の参りは嫌だな。そう、うん、ああ、そういうのやっぱりちょっと恥ずかしい。恥ずかしい。待つのが嫌。あ、待つのが嫌。うん。あの後、何日休んだの？あとも休んだよ。あ、ほんと？はい、そのまま。やっぱり握りだと思ったの。あ、だって日本語喋るよ。握りだと思ったの。ほんと？どうだったの？誰に聞いた？英語上に聞いた。握りって言ったよ、あんた。ほとんどです。握りに明かりすぎて、握りだけ聞こうかなと思ってる。ほんと？たまが間違うさ。うわ、なあ。
自分が間違った時はどういう態度とるか。で、隣がこの間、ニュース番で。ああ、テレビで。テレビで。すごいね、今日ね。で、隣木曜日まで休んだんだ。月火水木と。で、あ、何曜日に見たか知らんよ、お客さん。うん、木曜日に。水曜日来たけど、水曜日休み。木曜日も隣は休み。うん、まあ、ほら、いるよ。で、まあ、まあ、終了のあれが出てない。今本日終わりが。まだやってるやってる。まだやってる。まだ。いや、今日は行列が少なかったんだ。すごいね。全員でやっとるもんね。娘さんの。やっぱりご注文のやつあげるってことは割と時間かかる。いらっしゃい。はい、いらっしゃい。はい、どうぞ。いらっしゃい。はい、いらっしゃいませ。母ちゃんね、今日セーターの色が可愛いって。可愛いでしょ。うん。どうしたのそれは。これ。何かもらった？娘。あ、娘さん。いい色だね。俺がやるはずだね。買ってくれないよ。誕生日でもね、おめでとうないよ。本当？すいません。はい。のてめしとエビフライ。
これが美味しかったじゃん。煮えてませんか？まだ煮えとらん。うん。どれぐらいかかる？2時頃まで。え？あと1時か。煮えてないか。1つ。卵がない。ありがとう。私はいらないな、こっちはない、大丈夫。ありがとう。2200円。もうな、タッパ持って、使いで、狙いで。そうだよ。もうすごいですね。この前ね、ここでいただいて美味しかったから。お疲れ様でしたって。あ、どうもどうも、ありがとうございます。ありがとうございます。寿司美味しかったです。明日食べるならもう。ありがとうございます。今晩食べてたら。食べるならまだ入ってる。いや、今では煮えてませんよ。うちで入れて煮えないじゃん。あ、そうでいいよ。おばちゃん、うちでこれ煮たらいか？うちで煮る、あ、ごめん。うちで煮るかと、汁がないじゃん。ここにある。これの汁じゃダメ。ダメ？味が違う。これは？それは味噌サバ。サバ？味噌サバ。これとね、これとね、味が全然違う。卵半分。半分な、うん、はい、そんな美味しかったですか？前買って食べて美味しかった。本当はね、土手が1時間煮えてませんか、思わない今日忙しい。 そう、うん、そうなんですよね。卵、そっちがいいんじゃないかな、卵。こっちが。あ、そうそう。これじゃないよ、お酒から見る。それだよ、お酒から。あ、パパ。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 
エビフライ行こうでよかった。はい、あとね、うん、どうもいいかな。はい、行ったら向こう側へ。向こう側、うん、ここね、ちょっと取るに。そうですね、Thank you.
はい、どうぞ。いいよ。あ、エミちゃん、ちょっと奥片付けてくれる？ちょっと待ってみたら。そんな言い方ねえだろ。いいあと2分行くわな。これカツカレー？カツカレー。今日はたまにはこれ頼む。たまには食べる？栄養つけなかんで。そうそう、栄養つけなかん。お腹に栄養つけなかん。足のほど。足だいぶ良くなってきたね。良くなった、うん、足はだいぶ良くなってきたよ。私はね、作ってやるとね、うん、これなる。まだあんまり。うん、砂利道でね。ああ。そうなんだ。決まった？はい。はい。生ビールください。はい。あと土手串2本。はい。ずら。あ、土手はまだ。うん。見えてない。煮だから味噌そばになるけど、えみちゃん手が空いたら生ビールお願い。エビフライ。生ビールとエビフライね。生ビールとエビフライ定食と味噌そば。味噌そばね、もう定食。定食で、目指しね、生ビールだけど。うん、今日もう出てるよ。出てる、うん。でも泡がないけど、はい、味噌そば多いね、なんかしら泡多いね。はい、どうぞ。おそば飲みたいな、飲めるな。サバはね、
お腹ピッポとあるけど、どっちする？まずまずどこまでだ。お腹あ、お水がいいです。長いことすみません。長い。私も食べてない。今何が？なんで今日ケーキがあるんですか？昨日、誕生日でもらったから。え、誕生日、俺誕生日なの？昨日誕生日。昨日？昨日ね、え、81歳。81歳だったんですか？81。あ、81。大きな声で言うことじゃねえ。おめでとうございます。
皆さん、おばちゃん昨日誕生日だって。そうだよ。ありがとうございます。でもね、大将からはね、今おめでとう言ったけどね、全然なかったんだよ。そうなんだよ。ダメじゃないですか、大将。大将、言われてます。今まで言ってないんですか、全然言ってないですか、今。今言ってはちゃんとおめでとう。今じゃダメだ、昨日言わない。今じゃダメだね。昨日言わなダメだよ。それから大将がいかんわ。もう80回もやると、そう出さんでね。そんなことないよね。そんなことないよね。80回だろうがね、90回だろうが。80になってもまだ使ってるんだもんね。普通ならご隠居さんどかなかのに。はいよ。はい、ご隠居さん。はい。ご隠居さん。はい。そうなんだ。誕生日だったんだ。そうなの。知らんかったですね。いいだよ。俺の誕生日だよ、これ。すごい。おいしそう。おいしい。おいしそう。ごめんね。はいよ。これご飯できたぞ。あ、自分で好きなだけ売り切れるほど取ってください。皆さんね、はい。最後メッセージなご飯。はい。よ。後で、はい。え、わかりますけど、どうする？食べさせたい。
消えちゃった。自己申告で。たくさんもらうから。そんな教えとこう。これお茶。ここをやって。うん、ああこれでね。これなの。でここやってついたら、うん、ここを。初めて見えた方なんかさ、自分でやるんですか。そうですよって言った。
はい。これは一本でもいけますか？あれ？あ、今配信中です。あ、声が声が出てもいいです。あ、いいよ。いいの？あ、映ってます。なくなったの？あ、ごめんね。2時までダメだった。あ、はい。そうか、仕事されたんですか。上手。もしか。大丈夫ですか？あ、大丈夫です。っていうか。何がおった？なんじゃ、これ美味しいの、たくあんが。誕生日おめでとうって。ありがとうございます。昨日誕生日。ありがとう。ありがとう。ということは2人で160歳になったんだね、これね。昨日。
昨日で。そうですね。161。違う、大将まだ79。あれ大将80になったんじゃないですか。間違え。はい。今年で80です。まだだよね。まあ今年80です。うん。もし、まあ、間違えたらしいよ。あ、そうなんですね。この前の誕生日が79だった。あ、この前まで80だったから。すごいよ。ということは学年でいうと2つ上ですか、おばさん。どうだろう、11月、1月だから、だって私は2年です、知らないじゃん。どこ足りますか？はい、400等円、はい、ありがとうございます。お母さん、やばい、19年です、これ19年です。アトラクションですので、決して喧嘩しているわけですので。全世界に配信されてる。国際警察に追われる。インターポール。インターポールに追われる。もうルパンと同じじゃないですか。ちょっと大将虐待してるでしょ。ひょっとしたら。仕事されてる。そうか。すぐについてくるもん、私の。なんかこの辺ダメだね、もう。セクハラされてる。セクハラ。逆パワハラ。お前のやつなんだよ。かけら拾っとるの。大根のかけら。こんな売れやねん。かっこいいな、星のかけらみたいな。かけらって何？あ、これうまい。うまい。うん。これうまい。あ、ちぎっちゃったですか。そうそう。みんなやったままだね。うまい。自分で作ったけどうまい。大将の書き込みでね、大将の料理のスキル、技術がすごいっていう書き込みがありましたけど。そうそうそう。若い人わかるんだね。まだ歯ないんですか。まだない。ない。この来月の2日か3日までない。あ、本当。はい、どうもありがとう。注文したの。注文したよ。あ、そうです。昨日、おととい、あの。はい、ありがとうございます。じゃあ、今日投げ銭くれた人がいるので、本当それを当てますか。結構高いでしょ、歯で。四五マスじゃない。四五マスだよ。じゃあさっきあの中線くれた人に俺言ってください。ありがとうございます。もうちょっと高いお願いします。何当てるんですか、これ。ハニー、ハニー。今今つって今大将やられました、バイオレンスされました。もう腰が回ってるのに。逆パワーだ。いつもやれるんだって。アメリカだったら訴訟だよ、これ。俺のお前訴訟もないよ、これ。まあ、タコナメだろ、これ。うまい。なんで手で食ったんですか。うまい。歯がないと味がわからんって言ったでしょ、これ。わかりにくいね。え、そう、佐藤営業部長で。そうだ、すごいよ、これ。
何千万ってあるよ。何百万ってある。何十万ってあるよ。また見立ってください。100本ぐらいあっとるよ、もう。うん。千葉県サブでね。千葉県サブ。宮古寿司、千葉県サブ。なんだ、欲しかったら欲しいよ、お前。邪魔邪魔しろ。邪魔か。俺。腹減ったりでさっきから食いてる。人のこと言ってるんだろう。はいはい。いや。食えるって言うね、刺身食ったら。なんか、卵を食べようか、って。バカ。ゲジゲジ君が。ゲジゲジ君がおるよ。なかった。あ、食べた。食べてやるの、大丈夫。これ。ダメ。いらんの。知らんって言ったかも。ダメだって。これがね。おう。お前な、これ持ってけ、ちゃんと。何よ、これ。バカ、これ持って乗せるな、お前。まあ、まあ、ほら。これは行く気が小さいから。まだ今日は2時なの？ねえ、ちょっとも時間過ぎてかへんの。働けろ、働けろ。嫌味を言われて。本当に今日何だ、何だ、クソやねん。何の嫌味だ、バカ。楽しいこと食べて。疲れちゃった。疲れるまで仕事やってるか、今日。あんたそこは何もだけど。大将と喋るのが仕事だもん。なあ、えみちゃん。あ、疲れた、俺も。あんたが疲れたら私んとは寝ないか。あ、マジ。うまそうだな、そのとも。田中さんにもらったトマトあるんじゃないですか、そんな高いの。さすがババア。今日あるレタスかね。ああ、そうか。で、どっちね、でまたってくるで。はいはい、どうぞ、ごゆっくり。迷わんよ、道に迷わんよ。ちょっとごめんね、ごめん、俺。サブ君は外におる。うん、サブね、足こわ、うん、怪我してさ。足怪我したの。うん、ほんで、この間うちチンパイ言ってたけど、まあ、うん、爪は取るともね、爪を、あのさ、田植えに、田んぼに、ね、この大きいやろ、あれ、U 字工入ってるからね。あそこ教えやったら。足怪我したの。足怪我した。うん、腕が治った。ちょっと、お前にゃ。おい、待て。ちょっと見てくるわ、じゃあ。うん。これうち、チンバイしたのね。おさんばんさん。面白かったよ。田んぼ入ったんだ。草、田村でさ、はい、田んぼ入っとって、タンタン入って、あ、トントンタンタンタン。あれ、急に消えちゃったから。よーってごめん。やっぱり冷たい時あるさね。あ、あれんわ。冷たったね、冷たったもんね、冷やられちゃった。あ、それ冷たいで。うん。で、ちょっとおとなしいね。うん。ちょっと、俺は回そうとないよ。あ、ほんと？うん。バグ痛みは取れたい。じゃあ、ちょっと、よし、見てきたほうが。見たつもりない。ほら。うん。はい、サブ君の足怪我しちゃって。怪我しましたよ。今大丈夫？うん、昨日爪が取れて、うん、で、だいぶ楽になったみたい。ね、もう体感あるサブ痛がっとるからもう。ん？もうだいぶ楽になった。うん。サブくん。サブくん。何？怪我したの？サブくん。
よいしょ。サブ君、おい、どこ怪我したの、あんた。どこ怪我したの。あ、足怪我したの。痛かった。転んだの。どうやら田んぼの U 字工に落ちて足を怪我して爪が折れたらしい。ちゃん登場です。ゆき、結構取り乱したの、サブ。はい。ギャーギャー言ってましたね。あの仰向けにされて、ギャーギャー言ってました。速攻に落ちた。U 字工に。うん。U 字工草かぶっとって、うん、でそれに気づかずに落ちたみたいです。うん、でビッコは引いとるんですけど。うん、おしっこするときは痛い方の足を軸足に足上げたりしてて。そうなんだ、うん、痛いじゃん。だ
から半分ちょっと大げさかもしれない。ああ、うん、案外大丈夫、ちょっと心配されたい、うん、そうそうかもしれない。で昨日爪取れたんで生え変わると思うんで、うん、多分大丈夫だと思いますよ、うん、ならええ。僕今これね、バラ君撮ってるんだけど、前にチタさん500円って書いてあるもんでさ、ああバラ君がチタさんで500円みたいに見えるんだけど。あ、ほんとだ。ちょっとこれなんか違うね。ええ、違いますね。いや、ちょっとこれ入れとかんと。ええ、万つけてきますか、ね、500万なら考える。相変わらず毒舌な感じじゃないですかね。あ、いえいえ。いいね、なんか1月は似合うね、いつも。ですね、うん、よし、どうも。おばちゃん、この前どうも。こんなにあんなとこで偶然に来たとは、ね、びっくりしたね。うん、熱田神宮でね、うん、熱田神宮で来やっちゃったあったね、たまたま、うんうん、全部売れちゃった今日。え、全部売れた、うん、すごいね、テレビの、うん、後からなんか材料があるもんだけでも、うん、追加したら全部売れちゃった。うん、ほんと何もない ね、 大きいね、何もないね。まあ、原料ね、で困っとるな、明日のがない。明日のもない。テレビいつやったんですか、ここは。うん。テレビは先週？今週、あ、うん？何曜日にやったんですか、テレビは。あ？テレビは。ニュースは。ニュースは。16日？終わって、みんな見て。うん。水曜日の時にすごかったってね。休みだったでしょ。もう休みだけど、あの、ストーム君がさ、うん、すごい人だったよって言って言っとった。100人ぐらい。本当ダメだ。もう潜ったと思った。休みなのにね。うちら休みだもんで知らんかったけどね。あ、うん、みんな休みだった、ね。すごいね。またヒットしちゃったね、ここも。ね、続いてみんな、うん、サラさんやあの人たちと時もすごかったもんね。うん、ね、うん、当分一息続いたかな。で、うん、夏になったもんでちょっと、うん、あの切れたけどね、うん。すごいじゃないですか。また忙しいだろうね、しばらく。え、まあいいか、冬だよな、ちょうどこれで。まあこれで、ね、みんな知れ渡ってやるじゃないかな。うん、フライ終了しましたね、久々に見たな、これ。まあ明日はこんなに今度やな。平日だね。平日、まあ半分くらいじゃないかな、うん、休みの人もおるだろうで。だけど相手が来た時は、なんか続いたもの、うん、1ヶ月ぐらい続いたね。じゃないかな、ね、夏、ちょっと夏頃になって、うん、あの切れたけど、やっぱり夏はフライ ね、 ね、暑いだね、うん、くどいもんな。うん、なんと、そっか、今日今生配信中だったもんで、え、あればなと思ったけど、あれへんな。宮古の生配信、生放送入った YouTube の。あー、チューブでな、はい、チューブで。ありがとうございます。じゃあまた、はい、ではまた、はい、頑張ってください。今年も、はい、よしよし、ようやく2時ですね。まだ昼飯に行くね。客足は途絶えんでね。お客さんはね、ぼちぼち来る。あ、ちょうど
土手ができたの。うん。これは何も。土手道？土手道。たくさんいるんだね。三本ね。うまいね。おいしいよ。Thank you.
キスフライ定食ください。はい、キスはないです。はい、ごめんなさい。セイゴあります？セイゴもないな。あ、売れちゃった。オッケーです。ごめんなさいね。あとは、あるのはマグロとね、カキと、はい、エビ。あ、じゃあエビフライ定食です。お願いします。ね、いいよ。ありがとう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 。お疲れさんだね。
Thank you.
子供用の器もいい。2番さん伝票ください。はい、ありがとう。
あんなに大きい声で聞いたら見逃すときにやりかない。びっくりしたわ、骨が出てくるもんで。上げ直した。あ？上げ直した。そうか。まあちょっとベテランのあの采配で打ち加減は。分かんないぞ。あれぐらい。今までジャーと出てきた。はい、どうぞ。あ、お茶ください。はい。
はい、あ、ごめんね。あ、ありがとうございます。串カツ3本ね。はい。はい、ごめんなさいね。はい、うどんね。はい。どうもね、お待たせ。残念。年寄りだったもんだね。またお願いします。またの機会に。そうね。また来る楽しみがね。
出すとあのね、出すと考えると楽かなと思って、楽さんじゃない楽な楽だこの方が楽しい、ここかな、上が楽あ、このお茶僕は開けて持ってこ、忘れんように、じゃあお礼にこれなんで分かったんだ、なんで分かったんだ、ここでちょっと俺言ってあげる、宣伝リコちゃん、これなっちゃうのもう終わってるよ、なっていいわ、こんにちは、とこなべの都の浅井のりこです。お誕生日メールありがとうございました。こちらに来た時には一度寄ってください。ありがとうございました。とりあえずダンスしてみます。ダンスします。はい、こんにちは。常滑の都の浅井です。お誕生日メールありがとうございました。日本に来た時には一度お顔を見せてください。ありがとうございました。ダンスはいいですか？おやみちゃん、みかんだよ。分かってるって、だから、今、立て込んどったの。やれって言われたのやれって言われたの、やれた時はいいの、黙ってさ、おかご聞いてた。待ってる時はいいんだけど。次どっから来るかな、次どうしたら来るの。まず、そういうのに、ちょっと、本気をして、また、アメリカから来たよ、もうすぐ。Hi, from America. I love to visit your restaurant and try your delicious. あ、やるか。行きたいって。アメリカ。見えへんの。しょうがないよ。すごいな、おばちゃん、やっぱり。何て言うよ。Thank you. Thank you. ありがとう。Thank you. おや。すごいな、なんでこんな急に海外が増えてきたの。マジがね、あんた。ベト
こんにちは。お誕生日メールありがとうございます。なんて言うの？また日本に来た時には、常滑に来てお店に寄ってください。ありがとうございました。待ってます。はい。竹谷さんの兄ちゃんラーメン。はい。水がいい、お茶がいい。お茶で。ありがとうございました。320円だ今日。そうだ、ね、初めてだ、ね。なんとないか、前もあったみたいだね。少しは。YouTube に。ここに300、うん、入ってるじゃん。また払うだな。もらえるじゃん。大丈夫、俺たち口座作ったら。そこで。やな。あの大将の入れ歯代だわ、入れ歯代。ちょっと今ライブ配信してるんで。
漫才やったら、はい、どうぞ。あ、ゆみちゃん、こっちもあるけど、こっちがいい。あ、どっちがいい。あ、はい、ありがとうございます。どうも。すいません、会計お願いします。はい、どうもね、ありがとう。今度はこれつけて食べる。トントプシカツ定食ですね。はい、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 どうもね、ありがとう。はい、ございました。
はい、OK だよ。OK です。ケツ抜けんじゃねえし。横でお座り。暖かいもんで、ね。スイッパー。どうやった？不思議だな。何が？エビ。エビで落ちないか。どこに使っとる？もう取るんじゃないの？やめてくれよ、スイッパー。つもりじゃダメだよ。せのやろ。つもりじゃ。ゴミを入れるのに便利だもん。
月曜日からの支払いが払えんで困っとるのに。
出勤してこないからな。出勤してこないからね。うん。いいが出勤しやってもらえる。なあ、出勤はほんやな。だからそれ25日以降だもんね。支払いばっかりやってる。支払いは現金だけど、付けだともらえるのはどれだとだもんね。日本じゃあるな。分かったら、悪いけどもうちょっと待ってまたまだ朝6時だったけど、もう一回寝たらさっき私5時15分に起きたら雨がじゃんじゃん降ってたんで、あ、これは今日はダメだわ。こんなにいい天気になると思わなかったね。思わなかったね。ねえ、朝だったら宿ないって言ってたらと思ったけど、できてますか？できてませんって言ってる。また新鮮な意見増えるような感じがする。本当に、いや本当だよ。なあ、ママが今な、うん、明るいで、娘さんも明るいし、うん、上手だな、あの人な、すごいうまい。まだまだいいか、うん、まだまだ、まあ俺が教えたらな。俺が偉そう、偉そう。まず歯を入れなきゃ、歯を、歯を入れなきゃ、歯をね、うん、そうだよ、歯を。来週やるんですか。本当ね、何日だったの。歯が入りましたって、また取ったって。歯が入りました記念を取る。歯が入りましたって。まあまあ、またどこか忘れてくれたって。どこ行ったんですか、あの入れ歯は。どこ行っちゃったの。出てこない。あ、一人で歩いてっちゃった。青森のない生活してた。うるせえな。一人で歩いてそれで歩いてったらやったの。お家はどこへ置いたかもわからへんだしな。いや、ここなら置いたらどこへ。本当もわからんだからな、もうやっちゃう。サブが飲み込んどらんじゃええって。あいつは何の食えや。うん。ああ、終わったね、今日。うん、同じ。三軒。ああ、ほんと。楽しめし。店だ。ダメだ。なんだ。行くんすか。うん、何行くんすか。何が味噌汁。マットのやつはなんだ。味のりと、あ、お吸い物だ。ふちゃふちゃお吸い物で。さあ、あれですね、
たくさん今日も見てもらいましたけど、うん、あれだね、この前ね、手をつないでたのが、手をつないでたのが良かったです。あ、これね、大丈夫、はい、あ、いや、その方だった。あ、やらない見えとらんかった。こうやって、こうやってね、うん、普通に外歩くときはこういうふうになるんですよ。大体そうだよ、うん、最近も、はい、今日娘ってうるせえだもんね。じゃあ、舞台上が娘たちしょうがない。そうよ、この間行ったでしょ、うん、めっ子が入院してるから、うん、で、車から降りた時にちょっとだし、私フラフラっとしたんだって、うん、近くにおる子がね、うん、学生さんが、うん、おばちゃん大丈夫ってすぐ来てくれたのに、うん、ここは知らんかそれが本当だってな、普通は分かれへんだもんね。倒れることもない、何で分かるもん。大体車から降りた時に、車から降りたら大体横になってる。そうだよね。あの、なんかそう言っとるけど手つないでるもんで、なんか説得力がないんだけど。これ見ろ、全然優しいからね。これは、これは、そ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 れは、すみちゃんが、つないで。いやいや、そうだね。つないでって言ってないよ、別に。なあ。うん。あ、これでつないでるなんて。いや、これじゃ、すみが、すみが。まあこれからもね、あの二人なんか喧嘩しながら仲良く、はい、喧嘩しながら仲良く、喧嘩すると仲いいっていうことはあるな。頑張れるだけ頑張ります。あ、すごい、嘘、スパチャなんか5000円いただいた人とかいますよ。5000円いただいた、ありがとうございます。これじゃあもう歯に、あ、何度も歯が助かります。あなた、ね、今日5000円結構たくさんいただいたんで、じゃあ全額渡しますから。あ、ありがとうございます。何？誕生日に渡す。あ、誕生日プレゼントだねこれね。はい、高陽さん、これ誕生日プレゼントでいいですかね。素晴らしい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。そろそろあるな。生配信ですか。そうです、生配信。はい、すごいですね。生だよ。今頃そうだよ。生だよ、生。まあ、全部消さないか。まあ、もう遅いよ、もう。消そうが何しようが。遅い。手繋ぐので、うん、ね。全部消さないか。本当に、ありがとうございます、皆さん。どうも、ありがとうございました。今年もよろしくお願いします。お願いします。じゃあ、これで終わりますよ。はい。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。すごいなこれ、どうやって終わるんだろう。皆さんまだおめでとうございます。じゃあもう少し出しとこうか。ありがとうございました。とりあえず外します。ありがとうございました。じゃあ皆さんもうしばらくしまうとこをお楽しみください。はい、ありがとうございました。はい、どうも。皆さんお忙しい。はい、お疲れ様でした。はい、どうも。はい。あ、おい、ゆき。いいだ、いいだ。猫ちゃんはいいですよ。合格祈願と触ってたら猫ちゃん合格祈願でみんな合格してくらしいよ。あ、そうなんですか。そうだよ。あ、いっぱい触った気落ちたら多分ゆきちゃんのせいじゃない。落ちたら勉強不足で受かったらゆきちゃんの感じ。あ、そうなんですね。本当おめでとう。ほら食べようとしてるゆきちゃん。お腹空いちゃった。まかない食べようとしてる。よう働いたよねゆきちゃん今日。私をちょうだい。すごい接客します。接客してくれたの。あ、合格するように。ねえ、ゆきちゃん、ゆきちゃんに話しかけときちゃんとよろしくねって。サブ言って、じゃあサブ。サブはもっとご利益あるね。さっき触ったら、あのお腹こうやって出して。大丈夫ですか、それは。大丈夫だよ。いいパターンだってよかった。お腹を触らせて。あんな気の難しいやつが。あ、気の難しい子なんですか。いや、そうじゃない。やっぱりいいよね。優しい顔してます、ね。優しいよ、あの子。すごい。尻尾掴まれてる。もういい？うん。大丈夫？はい、ちゃんとお願いしてきた？頑張ってね。動画するように。そうだね。頑張ってね。そうだね。
って土手かもう買えない？もう終わりだ。いいの本当？うん、いいよ。これを食べるともっといい。欲しいんだって土手欲しい。これお守りにどうぞ。ありがとう。何がおすすめ？可愛いステッカーじゃん。ステッカー。あ、サム君だ。あ、どうしようかな。5本。15本まで。15本ある。5本でいいや。5本と。大根欲しいの、はい、で一緒に入れれる？入らん。入らん。入らん。別になっちゃう。2つなら入るけど。一つでいいや、大根。大根一つでいいの？また一緒に入れて。一緒に入れてもらっていい？そうだね。うん。もったいない。はい、ね。650円と150円で800円ね。はい。1個で足ります？安全が出るか。1個で足りるかな。お前ちゃんそのくらいの安全ができんじゃん。商売になる。すいません。ありがとうね。ごめんね。終わっちゃったのに。いや、いいよ。ありがとう。あの、もげてずまやるけどね。あ、そうか。ちょうどだけやか。あれ800円。800円。いい。800円でいいですね。じゃあ、ありがとうね。うん。800円あるかな。大丈夫。一枚だ。あ、足らん。じゃあ出す。お賽銭だね、お賽銭。お賽銭だね。お賽銭だね、これ。サブチャンネルもよかったら。ね、今、なんか、書いてありました。YouTuber だって。そうだ、YouTuber だよ。はい、ありがとうね。ありがとうございます。ありがとう。合格したらまた、あの、来ます。ありがとう。お礼参りに。お礼参りに来ます。落ちたらゆきちゃんのせいじゃないですか。わかりました。頑張って受かります。どうも、ありがとうございます。ありがとう。どうも、ありがとうございます。よいしょ。なんで大将ダメですって言うんだね。本当に欲がないじゃん。これがサブ君のチャンネルだね、これね。サブ君のチャンネルぜひ登録してください。これはじゃあ QR コードをね取っておきますね。サブ芝居です。はい、それじゃね。はい、はい、ありがとうね。ほら、投げ銭があったやつだぞ。なんだ、はい、やれますね。投げ銭が5000円。 T シャツのやつもこれ来る、取っとこうか。そしてこれがサブ君とユキちゃんの T シャツの QR コードです。これもこの QR コードで T シャツと帽子とか買えるんですか。これ帽子も買えるよ。はい、じゃあこれ取っとくね。で、この T シャツとかも、この QR コードから買えます。これもこれも売り上げは全て都に入ります。おばちゃんの誕生日プレゼントと大将の入れ歯になります。いや、入れ歯それとゆきちゃんのご飯とサブ君のご飯になります。入れる前と入れる前にってやってます。いいよ、温めた方がよくなる。いや、温めるかなと思って。どっちが美味しいかわからない。何だと今日ご飯だよ。いい、一旦壊せよ。はい、大きなお皿に。なんだ。大根が。お？大根の千円がや。さあ出すよちゃんと。
なんだお前、お前クーダーめっちゃ作ってへんぞ。いや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 、残っとったな。何やろ、あるドラマなんだよ、ないのか。おでん、もう入れたのもみんな入れたったよ。今日20個入れたのにね。ほんと？おすましがいい。地震のとこに送らない。うん。地震のとこに。あ、もうおすまし出てますよ。入るよ。バケツ。あ、ありがとう。切ります。はいよ。はい、このボッコはよく、お湯のでな。ボッコ。これは、これは俺のやつ。はい。あとは、エミちゃんと、お母さん。何もないね。赤飯は、エミちゃんと。赤飯はどんなの？お忘れなくねえぜ。おい。何？赤飯は。赤飯はそのままだけで。小さい人はチンする。俺チンやつ。いやいや、エミちゃんとくりつもる。柔らかいよ。食べれるやつにしなくて。チンしたきはチンしやいいって言ってる。そんなチン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 揉めるんですか。チン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 。放送切ってる。あ、放送切ってありますよね。放送切ってないよ。配信中だ。次の。せっかくだからまかないペンも見てもらおうかな。まかないペン。バラ君ここか。恥ずかしいな。なんか。恥ずかしい。僕は恥ずかしいんで。こっちがあんな歯もあったろ。ないの。あんなこないで食べれる？残りでかいの。あ、じゃあ僕はもらっておきますか。今日何赤飯なの？なんかいいことあったんですか？スーパーチャットが5000円入ったんで。おい。なんだ。エビがね、エビがレンジに入っとったからなこっち。あ、本当。あ、エビどこやったんやエビが何がいつかね、ずっとそういうのこっちの上。上。優しいね。大将。めしめしめし。いただきます。ありがとうございます。いただきます。おめでとうよ。出てくるのよ。はい。どこかしらの国は手で食べるんだよ。ここは日本だもん。なんですね。モラハラは夫みたいな言い方。俺たちは手で食うの。どうしよう。おんこあるぞ、ごま。ごま。これ。なんだこれ。あんたが手掴みしたやつじゃん。あったのにこれ、これ、なんだ。いただきます。いただきます。はい、どうぞ。いただきます。食べれる？うん？食べれる？
食べればいいよ。いや、じゃあ、それ俺が食べるさ。なんか今これないぞ、ドレッシング。あ、塩振ってないでね。もうええよ。ごま塩じゃなくて、あ、まあ、いい、ごまだけ。あ、これか。あ、ごまなさまで一緒で。はい。塩あるの、塩ちょっとそれ持ってこいよ。これ味違いますよ。言わんとけよ、最初。辛いね、もう使い切って、これ。悪いけど。そういう。こんだけやそこら。違うよ。入ります。あれ。そんな高いのかよ。もうそれ、いいよ。はい、いただきます。塩。あ、まだ。おー、塩は。塩、ここにあるでしょ、どっかに。この前ああ、あったそこにある、あ、違う、あれ、あれ、何だ、はい、やはい、お手入れてくれた。そんな、野球取れんだろ。はいよ、悪い、しよう、よかった。はい、卵のほら、そこらに声といてもしょうがない。バカ、卒業やわ、卒業で、何やら、そこら取ってる。じゃあ、もう、まだ、大丈夫？いる？まだ。はい、いただきます。ほら、見て、君だけ。あ、なんだろう。全然むくん、こわつよ、ゴツゴツです。はい、食べたな。卵は2つ？あ、君だけ。君だけなってたよ、中で。なぜかしら。ちょっと食べてみる。何が君だけですか。塩味だけ食いに行く。それ僕だけじゃないよ、君だけだ。おこあげをか、少し食べる。ちょっと今日柔らかい。ちょっと君だけ乗ってた。今日柔らかいんだけど。レンタ、こんにゃくと卵食べる。うん、食べる。君だけじゃないやつがいいですけど。塩味だけのやつ。今日は赤飯とマグロの刺身とトマトのサラダ。あ、すごい。そうよ。バッチリ上手だね。レミちゃん、これ置き方最高だよ。そうでしょ。ほら、めっちゃうまいわ。いいでしょ。うまそうでしょ。うまそう、うまそう。説明してください。今日、ご飯何ですか？ん？まかない教えてください。今日、まかないこれ。なんで？これ、これ。一個一個。え？え？これマグロ。これ何々。これは？これ赤飯。赤飯。はい。あ、ここは、ありがとう。赤飯と豆腐と、うん、あ、豆腐か、豆腐とネギのお味噌汁、うん、マグロの刺身、はい、サラダ、おでん、すっごいね、結構今日は豪華版です。豪華版ですね、これ古宮古セットじゃないですか。そう、エミちゃんだけすごいな、これ。私のが一番すごい。私のさ、他の人サラダ、あ、あるか、あるあるちゃう。サラダは欲しい人ではいらない人がいる、うん、ああ、そういうこと、うん、いつも私と大将だけ食べる。他の母ちゃんは、母ちゃんは野菜食べるの、ダメな。あれ、食べてんの。カラ君、あんまり小食なの。いやいや、そんなことないですよ。今からご飯を、白いご飯をかわりします。はい、寝ない、22時、22時じゃないかな、まだですか。21、あれ、22時までか、25日まで。まあ、ええやん。いや、前じゃない、な、20、あ、そう、25時までな。そうそうそう、分かったよ。仲間も食べるのみたいな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 。やっぱこれ注意だから、いただきます。ちょっと塩かけた方がいいと。塩かけた方がいい。赤飯ってなんか嬉しいね、やっぱりね。ねえ、うん、どうしたのか、かきんだろ。いや、今日ヘムちゃんの死んだ日だ。ヘムちゃんの死んだ日。死んだ日
生きとるけど生きとるけど、いや来年の今日だ、今は何の記念かも大将、ライブ配信中なんで編集できないんで、あ、本当に発言に気をつけてるんだよ YouTube の方にさ、あ、そうだよ、そうか、そうかバンされる生放送なんで。お姉さんは。あなたは素晴らしいってくるよ。久しぶりに久々に食べるの。朝向こうのココアを食べた時に、うん、味塩振ったら、うん、味塩お金に振るとあんまり美味しくないですね。普通の塩の方がなんか変な味。そう、味違うよ。いや他の料理にはいいけど。味がついてるの。あ、なんか怒っとる。うん、俺はえ？みんなの中で。俺は。なよ。しまったね。お？綺麗な盛り付けの時に撮ったんだけど。違うお前。あ、今日名前でね、おじちゃん。ほら、刺身も。ぶつ切りだけの写真に撮る。あった？あるよ。大根と一緒に食べなきゃ美味しくないじゃん。これたくあんでどうしてるんですか？大将だから、じゃあ全部注文を作る。あ、たくあんも作る、はい、大将が、はい、うん、すごいね、欲しいんだから。欲しいじゃん、うん、知らんかったよ、うん、大将、すごいね、腕が、やっぱり頭かまえもんね、腕もやるさ。ワンジョン結構おいしいでしょ、かわいがくて、ね、こちら質問あったよ、ね、かわいいエプロンどこで買ってるんですかって。あ、これはオーダーメイドで作ってもらってるんです。どんな人が作ってくれてるんですか。お客さん、お客さん。あ、もうか、かちゃんの体に合わせて、そう、あの、紳士服作るお客さんが来たんだって、はい、で、こういうの作ってくれるって言ったらさ、うん、いいよって作ってくれた。え、その柄とかは柄はお任せ。お任せ、うん、派手派手派手。ああ、派手派手って頼むの、うん、さすがだね。何着持ってるんですか。これが4枚か、で、手でありがさんも。なるほど。じゃあ7枚あるね。毎日買えるとかやった。バルコン。うん。なるほど。お仕事中はいつもこれを着てるってこと。うん。これ焼こうでうまい。うん。うまい。ちょっと焼かない。うん。まあ、私よりだから。バカやろうか、あれ。歯がない。歯あるわ、横に3本。もう本当に素敵な笑顔だですね。本当に素敵な笑顔ですね。モデルがいる。モデルがいる。えらいじゃん、みたいな。大将が言わんか。え？大将が褒めな。大将が褒めな。褒めな。ああ、かわいいね。どこぐらいなの。どこで来たみたいな。どこで来たみたいな。まあ、俺の無償ってよう似合うわや。だから。いかん。いや、よう似合うと思うよ。こういう会話なんか英語とかで吹き替えしてくれんかな、俺。え？英語で。無理無理無理。吹き替えでさ。
そんな俺うまいだろ、うん、まあ、そんな俺うまい、やっぱりおしっこの大根が硬い、ほんと好きやるな、あっさ大根一本知らないな、負けますね、向こうにある、もうあんな小さいやつダメだって、大きかったって持ってない、じゃあ売れちゃった、うん、はい、俺ビンタンもちゃった、はい、あ、これ怒られたらまた欲しいな、俺、あ、これ怒られたらまた欲しい、これね、また欲しいってお母さんのセリフ、早口にどうやって前もこれ前、前と全然違う、初めて話しました、前と全然違う言ってよ、持ち前だよ、それも、いやでも、もう米は全然違う、今度、水かけ、あ、水かけ、お前、米が違う、米が違う、買ってきたとこ、どこで買ってやったのか、米うまい、どこで買ったの、持ち前入れたのあんだ、ん、持ち前入れたの、あんだ、これ、エミちゃんが書いたのかな、うん、うまい、うまいよ、俺はこんなに褒めるのめっちゃねえよ、もうだって初めてだわ、初めてでもないけどな、初めてでもないけど、マイコンマイコン、なんだかんだ言ってこことこっきりのだけど、死ぬ飲んだ時やめて気がしそうだったけど東京のうまいよ、これ、これはんなペロツコなんて珍しいもん、褒める方が珍しい、褒める方が珍しい、食べるより、あんたが買ってくる持ち前よりいいやつだったんだ、私いや、もう米が違うんでしょ、なんでなんで、うまい、いつもこんなもんじゃないよ、もっとまずい、まずいじゃん、ほんとだって、まずい時まずいって言うんでしょ、誰も言わへんのに食べない、食べない、食べない、あ、ほんとそんなしてるのするか、するがね、してる人がこうと思うけどね、もう食べてもらわんでもいいねこうかあのおちょぼさんの動画でこのカレー屋よう行くって言ってあんまり美味しくないすごいあれ失礼だよ今行くんだよ、あんま美味しくないけどなみんな行っちゃうからねそう忖度とかってないもん、動画になくて、だって食堂よその食堂入るでしょ、うん、美味しくないでしょ、うん、まずい、食べだって娘にさ、うん、外出てからいいやって怒られてる本当お父さん嫌だねって言った作る人はでも結構そういう人多いんだよね、うん、料理作る人東京の方が半熟になっちゃう、え、食べちゃった、お、うまった、250g うん、250g どれ、ここは、あれ、え、味見てもなかったのか、うん、味見てなかった、だいぶ分かったのかな、やっぱりまだ卵がね、新しく入れてるとね、ガムみたいに硬くなる、白身がね、うん、親と似て、あくる日なんかさ、ガムみたいで食べれん、卵はあれだけど、うずらはもう皮が固まりますけど、あ、ほんと、うずらはね、うん、
海道は大雪で大変なんですね。あ、今や、はいはい、みんな大雪で風邪をひいて出してしまう人が多い。風邪ひいてませんか？だって。あ、ありがとうございます。大丈夫ですか、うん、風邪は。体調はどうです、おばちゃん。どう、体調は。体調は今いいです。今いいです。今日軽やかに動いてましたね。今いいです。機嫌はどうですか。ハプンです。あと最近あのおばちゃんの声がいいって褒める人がたくさん出てきてますね。ね、本当にたくさん聞きますよ。だけど自分で聞いてるとね、嫌な声だなと思うんだよ。今あの着信音とかね、おばちゃんの声で行商に行ってこいとかさ、やると面白いかなと。面白いかなって、うん、電話かってきたら着信音、行商に行ってこい、行商に。やったら面白そう。やってみやな。大将は何喋ってるか分からないんだよ。ありがとうございます。全然大丈夫。今の人行商って分かるかな。分からんけどね。分からんだろうね。分からんけどね、言葉としてすごいインパクトある。ああ、そう。行商ってこい、行商。大将がさ、ディレクターと打ち合わせしたのかって違うよ。あ、喋ってって言ったからさ、喋っただけだよ、言って。まさかそんなことは出てくるの。だって、あのみかん箱見たら出てくるよ。なあ、すごい、企業所に行っとき、行ってこいっていうのは好きなシーンですっていうことがいらっしゃいますね。あ、もう一人、おかみさん素敵な声ですよ、だって。どうかな。センスいいですって。なんだこれ、何よ。あ、もう大将の、大将が食べるなっていう意味で向こうに持っています。でもうちも兄弟大勢でさ、ああ、でこうやって盛り付けなくて鍋でつつくじゃん。でやっぱり、やるわ。なんかさ、みるみるなくなるじゃん。ずっとなくだがね。食べたかったのに、って言って。一番ひどいわ。食べちゃうってか？お菓子。食べずにしまっとくとさ、食べられちゃうんだから、誰かに。兄弟が多いだもん。で、泣くとさ、親に叱られるだ、うん、そう思ったら食べとけと取られる前に、うん、大将が前に来ていたサブちゃんのトレーナー、うん、T シャツから、かわいいって。あ、また行きます。あれあるで、今日は洗濯部で、うん、あ、うん、今日帽子もサブ、うん、これは、いっとですね。これは販売しております。あ、またあの概要欄に入れておきますんで。はい、お願いします。そう、あの営業所直前まで喧嘩しようかなと思うと、ご飯の時楽しそうにしますね。うん、ご飯の時は仲いいよ。ご飯の時は決めたら間違っちゃうよな。こちら営業中に喧嘩するとお客さんがまずなっちゃう。だけどみんなハッと思うだろうね。でもその後ニヤッとする。結構2人だけじゃなくて店員さんも含めてあるね、喧嘩というか。あのもううるさいなんて横で。みんな一緒だった、3人とも一緒だと思う。ほんと、忍さんも合わせたもん。そう、きっと私の言葉が言えない。うるせえとかさ、黙れとかって言って、普通のお母さんはそんなこと言えんし、今日黙れだったらうるせえな。じゃあだって黙れね。後ろにあるじゃん。うるせえわかるお前。お茶ぐらい飲ませろや。お茶ぐらいって本気で。あ、今日は寝ないんだね。寝ないんだね。寝る時あるか。
焼酎寝とるじゃん。食べながらで。はい、おさがちゃん。赤ちゃんって食べながら寝ちゃうの？知らん。知らん。今日も朝寝たから大丈夫。うるさい。コンビニの駐車場で。今日のあれはバーッと半分。また気を手して。うん？また気を手して。行ったから何回言わせるそれじゃうまかったもんまたもとかいよまたもとかいよごちそうさまでした何やおこわうん、大きかった、うん、はい、やっぱり柔らかめの方が美味しいんだな私的にはああ、しまった今日柔らかかったいや、ほんと美味しかった、うん、結構甘み冷めたらちょっと身が締まった、うん、そうだいたいあんまり緊張できてるとまずいんだってなんでちょっと失敗だよ、お前ほんとだちゃんと緊張でかしてくるとまずいまずいって言い方が悪いな、うまかないうまい、一緒だろごめんねありがとうございますそうさ香菜が多すぎるんだわうちの旦那さんみたいに黙ってくれんそうだねお茶とか飲めんもんだ怖くていつドカーンっていうことを言うかわからんの二人と自分もさっき大根で溺れそうだよ歴史そうよいつもこんなだよこの二人は、うん、おはいつもそう何だ夢のままってこうなってくるこれ外にさ、見れるとこ作ってさ、まっかないときだけ観覧できるんですよ、3000円ぐらいでさじきすぎて3000円で見れるんですよ、ステージですごいなってどんどん楽しいよなバラ君にも毎日配信してもらうのまかないタイプね、こういうふうにねんいつもこういう感じだもんねあ、こういう感じだちょっと今日は遠慮しようかな俺が遠慮しようか遠慮しようたまには遠慮することができない何、ゆうきちゃん、外行きたいのゆうきちゃん腹くれでいっぱいなかったなあアリーナ席でお願いしますえアリーナ席ですな何アリーナ席一番前の席じゃないあ、お茶美味しいねこれ美味しいよこれねお茶うまいこのお茶ゆうきちゃんこの前も大将本当によく食べますねめっちゃ食べるよ量食べますね、うん今日はデザートがないのないなあそこにあるようんせんべいがせんべいあるちょっと油断するとね私のお菓子まで食っちゃう要はエミちゃんがさ、うん、走りに行くときにさ、はい、これおやつだよって言ってこの上を置いててくれるのね、うん、2つ、はい、でこそこそってしてみるとね2つともないでそれからは上と下と一個ずつ置いてきてくれる食べちゃうのあるもんな食べてくれって言ってお茶だもんね食べなのに大体わかるよねなんでわかるの雑な感じで俺の方だと思うねなあ俺の方だと思うでも人のもんは俺のものは俺のもの生カツだって一緒だもんね食べられたもんね一緒の朝になってるでいい一緒の朝になってる
箸でこう入れてみ、食べてみて、うん、大根、硬いで、おしっぽは硬い、おしっぽ、あ、ほんとだ、硬い、だって熱いもん、春大根めちゃ硬い、ゴリゴリ、いや、ゴリゴリじゃない、うん、ゴロゴロしてない、うん、ゴロゴロしてないけど、こっち、まったりは食べる、ちょっとふつすっと入るけど、ね、大根の味が残り過ぎ、うん、こっちに煮すぎるとあってトロトロになっちゃう、だって倍ぐらいの厚さがある、あれ縦の半分に切ったから、ああ、うん、それこそやお客さんにあった2つくださいって半分のやつ2つ入れたって1個にしかなれへんじゃん、ほんと昨日なんか半分のやつ2つ入れて、ま、もう半分が入れて行かせ、こんにゃく入れて、ごめんね、これでって言って渡したよ、うん、この大きさで半分しても大丈夫だ、大丈夫だけど、やっぱりお客は半分は半分だで、やっぱり、やっぱりやる態度考えると大丈夫かな、大きいから、大きいから、大きいから、別に言うの、お前、大きいから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 、そこまで起きたら大きすぎだわ、うまいって、ただ全然違うって、皮むきするときたくさん、そうだよ、半分だよ、熱いよ、ほんとさ、なんかマジでやるね、尻尾もこのくらいはもうやめときゃいいんだからね、いいよ、なんか千切りに、あの、切り干し大根にするとか、もうやるか、あんな、うん、もうやるよ、わかった、ほれ、袋に入れてるね、うん、これでもいいし、漬物に回したっていいし、漬物が、ここ、ここ、なんでもかんでも、尻尾、終わりだから、尻尾まで何でもかんでも全部使おうと思わんでもあれね、使い道を考えてやる、考えてやってればかよやれー、3センチと6センチ、分かった、うるさい、で今、あ、ひろみちゃんとこのお母さん亡くなったって聞いた、あ、聞いてない、お母さんが亡くなったの、お葬式も終わったんだけど、亡くなったって、うん、すみません、終わりました、ペケよ、ペケよそれこそ、あんた電話してみた方がいいよ、だから静岡、ちょっと日にちがありすぎるよな、うん、いくらお寺がこう、うん、だから、あの、連絡忘れ、ちょっと私が連絡忘れることないから、一応名古屋電話しとけよって言われて、言われてしとか忘れたらそれまでじゃ、だからまあ目と立つだろうで電話した方がいいよ、使うんかもだもんね、うん、待て待て、はぁ、待て、自分行きゃいいでしょ、うるせえなお前僕はおちょぼで手洗ってくれて、美味しいものか、でもあれへん、すごい、なんかね、なんか美味しいものある、まあ、水そばだね、そんなの、あ、そうか、魚は食べれないわ、うん、これ、ね、これしかないね、下の方にそれしかない、そう、おでんは、かき揚げは、おでん、かき揚げはもう昔に売れちゃった、下の味噌にはね、魚食べないからね、うん、いや、残念だじゃあ、何しに来たの、それしかない、なんで、これしかない、欲がいらんでしょ、あれお寿司が残ってなかったっけ、あ、お寿司あった、お寿司あった、お寿司あったじゃん、ない、何時までやってる、まあ、4時だもん、何時もないって、もう時間外なんですけど、何時、時間だったらある、それは分かる、それは分かんない、いや、しょうがないよね、ごめんね、あれ、なんていくら、はい、バケツだね、いくらだ、受け取るな、今さっき魚が欲しいって入ってきましたよ、待って、魚食べるもんって言っとったよね、じゃあ何しんやろと、おい、ルリーでいいやよかったね、よかったね、上に青山を落ちてあんたが最低かと思っとっただってお客さんごと最低でしたひどい
まだこれ配信があるの、配信、配信しとったよ、今今の、今のゆみちゃんだね、最後に。そうだよ、最低だね、エゴバワだよ、あんたに最低ひどい、あーひどいな、お前ごちそうさまでした、失礼します、あーかわいそう、かわいそう、配信中にお客に何人かのとこに、あのバラクも行ったじゃん、閉店後には来んようにってことだね、こういうことになって、何にもむちゃむちゃ閉店後に来て何もねえなって文句言われたら、で一回覗いてもう大丈夫でダメだよって確認してさ、一回帰りかけてもう一回来て、ね、出したもんね、うん、で意味の前だったら見たのと思った、見たかと思ったで結局どうしたの、止めよ、止めよ、もう帰ってきた、帰ってきたけど、うん、もう3時まででって、うん、もう分かったって分かったって、うん、分かったって何もないねって言われた、うん、おしゃべりだよ、あきゃん、あなんだこっちのオブジェの帽子だった、落ちてきたね、いくつでもあのさっき米洗った時にあって米流しちゃって、うん、配信中にすげえ声、本当米流したの、誰も聞こえない、夜明けるわね、ザーラすげえ声が多分放送されたあ、本当、いや前半のやだね、そのあーってキャーってやつやだ、何やるで、頼むで、すんごいセクハラしたいと思われたんじゃない、おうおうお前そんな優しい声出るか、お前どこからババがこんな配信しとっていいんだろうかなと、でもまだ250人ぐらい見ていらっしゃいますよすごいね、さあああ、お散歩は行かないのって、お散歩行きますよね、夜だよ、まだ遅いよ、まだ遅い、うん、大体 何時ぐらいからお散歩です、6時ぐらいだと思うよ、お店終わってからやる、ほんと暗くなってからだもん、結構長く行くんですよ、えずっと行く、1時間ぐらい時間ぐらい、うん、で、それは夜の散歩でしょ、朝も、うん、朝バラちょっと行ってくれる、うん、あ、エミちゃんも行ったりするもんね、エミちゃんは自分の散歩なの、自分の散歩バラ君、朝行くの大体朝と晩も、うん、杉玉、交代夜も交代じゃあもう1日2時間ぐらいは散歩行く、ああ、うん、そうですか、ね、まあ、それぐらいは行くかもしれないですね、そう、結構あの質問のコメントでもあったんで、散歩は散歩の映像を撮ってないもんね、1回、あ、散歩はいいんじゃないですか、ああ、そう、 YouTube サブスクチャンネルだとね、散歩の映像があるけど、そうか、サブくんのチャンネルがあるんで、そちら見ると散歩ばっかりしてますね、そう、こちらをご覧ください。うん、本当にね、高野さんと、うん、柴犬サム、うん、柴犬サムとドラ猫ユキだ。はい。というチャンネルが。ドラ猫も。うん。柴犬サムとドラ猫ユキ＆ドラ猫ユキ。ということで、お散歩は朝1時間、夜1時間、その間また30分ぐらい行ったりするそうです。ね。いつも散歩しとるもんね。そう、いつも散歩しとる。散歩は。散歩の様子は、サムちゃんのチャンネルがありますので、そちらでご覧ください。うん、散歩ばかりしてます。よし。じゃあ終わろうかな。本当にじゃあ終わりますね。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。はい、またじゃあ。行きまーす。はい、どうも、さよなら。サブちゃん、ほら。サブちゃん、ほら。なんだろう。あれか、あ、ちょっと待って。もう一人なんか来ちゃったな。はい、ここの方が。お疲れ様でした。じゃあ、行きまーす。どうも、ありがとうございます。